皆さん、こんにちは。三重大学の山田裕二と申します。今日はこれから三重大学がこれまでどのように忍者研究を進めてきたのかということについて、お話しさせていただこうというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、パワーポイントを用いて、説明をしていこうというふうに思います。三重大学の忍者研究。ということですね。三重大学におきましては、伊賀連携フィールドという組織をまず2012年に作りまして、でこれは三重大学と、そして上野商工会議所、伊賀市、この3社が連携しまして、教育文化研究の推進を図るとともに、地域振興上の諸課題などに適切に対応することにより、三重大学における教育研究を推進し、伊賀地域の充実発展に貢献するということで、具体的には中心市街地の活性化、それから忍者研究ということに取り組んでいこうということになりました。これまで忍者に関しましては、名前というのは世界的によく知られているわけですけれども、でもなかなか実際の研究ということが行われておりませんので、大学がその研究にしっかり取り組んでいこうということで、この研究が始まったということになります。最初行いましたのは、川上純一先生、甲賀流の忍術を継承している先生でいらっしゃいますけれども、4月に伊賀の沖森邸で、対談をいたしまして、現代における忍術学の意義とはということで、お話しさせていただきました。でこれは、ゆいという雑誌、三重大で出していた雑誌ですけれども、これに上下で掲載していただきましたけれども、この時、私は川上先生がもう2時間余りずっと正座して座っているので、この人はやっぱり普通とは違うなということを最初の時に非常に実感した次第です。それから、さまざまな場面におきまして、川上先生に教わっているということで、川上先生なくしては、これまでの三重大学忍者研究ということは進めることができなかったわけです。伊賀連携フィールドにおきましては、人文学部が中心となりまして、地域の活性化の活動、それから共同研究などの研究活動、それから市民向けの障害学習講座、人材育成活動などなど、様々な取り組みをこれまで進めてきているということになります。活動内容としましては、簡単にここに書きましたけれども、忍者忍術学講座。これはハイトピア伊賀で毎月開催しているものになります。それから忍者忍術学講座 in 東京。これは年に2回、東京の三重テラスで開催をしております。その他、古文書講座。これは後期に開催をしておりますし、それから古文書調査ですね。日本各地の古文書。伊賀だけでなく、いろんなところの調査を行っております。それからホームページに掲載しておりますけれども、忍者関係資料データベース、日本海外のものなど、それからさまざまなイベント、これも国内外でいろいろやってきました。トークイベントとしまして、史実の魅力、小説の魅力から海峡を越える忍者ということで、小説家の方、でそれから韓国の研究者を招いて行う。ということもやってきております。そして人文学部30周年記念事業としまして、中国から研究者をお招きして、忍者から見た日本と中国ということで、伊賀でイベントを行ってきました。そして、注目されますのは海外での忍者講座ですね。これモンゴルを皮切りに、ここに載せているさまざまな国で、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、そしてオーストラリアということで、さまざまなところで、行っておりますけれども、三重大学、それから国際交流基金、それから日本国大使館、そして、外国の大学などの協力を得まして、取り組みを進めてきております。それから国際シンポジウムということで、忍者から見た中国と日本と韓国ということで、これは北京の中国社会科学院の日本研究所で行いましたし、世界と日本の忍者忍術研究、これは三重大学で行ったものです。それから情報と諜報、
ということで、これはフランスのパリ日本文化会館でフランスの研究者と行ったものです。そして、伊賀でのさまざまなイベントにも関わらせていただいておりまして、史跡巡りとか伊賀ブラの企画、それから三重大学、それから人文学部に留学生たくさん来ますので、その宿泊体験とか文化体験、インターンシップ、それから伊賀の高校生との交流なども行っております。そして忍者百人衆、これは伊賀上の観光協会が、そして甲賀市の観光協会が主催ですけれども、東京の伊賀甲賀の忍者関係の土地を回るということで、みんなで忍者の衣装を着て、毎年、もう6回ですかね、やっているものです。そして、全国忍者調査プロジェクトということで、日本各地の忍者関係の資料調査というのを現在進めているわけです。まあ、その他もいろいろ取り組みというものを進めてきておりまして、さまざまなところで注目されています。で、これはその場面ですけれども、海外でいろいろ川上先生が実演をされて、私、それから吉丸先生などが講演しますと、本当にたくさんの方がいらっしゃってくださって、ね、メディアでもいろいろ取り上げてもらっていて、そして、ね、質問なども終わってからもずっと続いて、一緒に写真撮ってくださいとか、ということで、いろいろ注目をしていただいているということで、大変ありがたく思います。で、これは海外の様子ですけれども、右上はロシアのモスクワで、サンボとか、それからレスリングとか柔道、そういうものをやっている小学生向けに講座を行いましたけれども、もう300人ぐらい集まりまして、非常に熱心にその柔術だけでなく、いろいろな、まあ、忍術、いろんな体術、そういうことにみんな興味を持っているみたいで、盛り上がりました。から左上はベトナムですけれども、これも会場に入りきれずに廊下まで人が溢れて聞いているわけですね。で、左下はスペインで、これも大学の柔道場でやりましたけれども、入りきれないくらい人が来てくださいました。で、右下はパリの文化会館ですけれども、もうこれも会場いっぱいの人が来ていただいて、これは三重県知事、それから三重大の学長も行って、そして日本からの忍者の道具、忍具ですね、その展示なんかもやって大変盛り上がったわけです。これまでさまざまな出版物というものも出してきまして、監修もありますし、それから私が書いたものもありますし、それから研究者と一緒に出したものなど、たくさん子ども向けのもの、それから漫画のもの、それから学術的なものまで、さまざまな出版物というものを出してきているわけです。で、これが表紙のカバーですけれども、いろいろな出版社からぜひ出してほしいということで依頼されて、さまざまな忍者本というものをこれまで世に通ってきたということになります。そして、伊賀連携フィールドは、まあ、先ほど申しました3所の連携となってますけれども、伊賀上の観光協会にも大変お世話になっておりまして、観光協会が所蔵しているいろいろな忍術書の調査を行っておりますし、そしていろいろなイベントですね、それにも関わらせてもらっています。先ほどもちょっとお話ししましたけれども、忍者百人衆ということで、東京の伊賀甲賀関係のところを回るということで、毎年100人募集して、みんな忍者衣装に着替えて、そして、関連の土地を回るということで、私がその案内役を務めています。そして左は伊勢三郎義盛忍び百秋みくじというものですけれども、伊勢三郎義盛という人が忍び百秋を作ったというふうにされていますけれども、
その現代語訳を私が作りまして、作家の多田陽子さんが解説を書いて、そして、イラストを描く方がデザインなどをして、くださって、このおみくじを作りました。伊賀の一宮の愛国神社などで、これが引けますので、ぜひ、試してみてください。それから右上の御朱印巡りということで、車の忍者関係のところを回ってみようということで、伊賀、それから名張の忍者関係のお寺とか神社で、御朱印をいただきながら回るという、そんな企画などもしております。でこうした私たちの取り組みにつきましては、いろいろメディアで取り上げて、もらいまして、新聞、ラジオ、テレビ、それからネットなど、本当に月に2、30ぐらいはいつも取り上げられているということになります。左は三重大学に大学院として、世界で初めての忍者忍術学の講座ができたという、そういう記事を読売新聞に書いていただいたものですし、で右側は私が行ってきております島根県の松江の忍者に関する途中経過ということで中日新聞に載せていただいたものです。テレビ番組もいろいろなものに出させていただきまして、もちろんニュースなどもありますし、それからいろいろな企画に携わっているものもあります。ここに挙げましたのは、本当にの一部ですけれども、科学的なそういう視点からの番組もありますし、それから歴史番組もありますし、それから実際、伊賀を歩こうというそういう番組もありますし、本当にいろんな番組に関わらせていただいています。でこうした私たちの取り組みは、もともとは文系だけの取り組みだったわけなんですけれども、理科系の、三重大学理科系のところとも一緒にやろうということになりまして、平成26年からそうした取り組みが進めることになりました。これは文部科学省から予算をつけていただきまして、三重大学の取り組み、忍者の知恵を生かした人に優しい循環型社会の構築、分離融合型忍者研究の世界成果を世界に発信ということで、理科系のいろいろな研究というものと文化系の研究を融合させて、研究を進めました。これによってさまざまなところがいろいろ三重大学の忍者研究というものに関心を示して、くださいまして、メディアが取り上げてくれる、そしていろんな企業が一緒に、グッズの開発であったりとかをしようと、そんなことも生まれてきた次第です。ここには3年間の計画ということになってますけれども、実際には2年間になりまして、予算は2年間なんですけれども、その後も一緒にいろいろな取り組みというものを理科系の方とやっているということになります。でその取り組みがまず結実しましたのは、文部科学省の情報広場というところの企画展示で忍者を科学するというものを行いました。これは2015年の4月1日から7月20日で、まだこれは理科系と本当に研究して間もない頃なわけですけれども、私、それから久松先生、食品科学がご専門、兵糧丸の研究などをしていただいてきましたけれども、それから川上仁一先生、高下流番頭の実際に忍術を継承しているというそういう観点からさまざまなアドバイスをいただきまして、その展示ですね、でそれから展示と一緒にこの講演というものを行いまして、これもいろいろ関係者の方がたくさん来て、いただいて、それから文部科学省の皆さんにも三重大学の取り組みということで非常に注目をしていただきました。でそれが次に大きな流れとなって、
このザ・忍者、忍者って何じゃというその展示につながっていくことになります。これは2016年の7月2日から10月10日まで、東京お台場の日本科学未来館で最初行いました。日本科学未来館、それから朝日新聞社、そしてフジテレビが関わって、そして三重大学が特別協力ということで、させていただきました。まあ、これは本当にあの科学の方の視点から、実際の忍術というものはどうなんだと、それからの実際体験してみようということで、まあ、予想を上回る、特にお子さん、家族連れの皆さんがたくさん来ていただいて、喜ばれて、大変嬉しく思います。まあ、これはあのその時の写真ですけれども、最初日本科学未来館で行いまして、でその後、三重県の総合博物館、ミエムで開きました。で、ここまでとりあえずは終わる予定だったんですけれども、その後宮崎アートセンターでもぜひやってほしいということで、宮崎でも行うということになりました。まあ、右上の写真は、私と三重大学の駒田学長、それから、日本科学未来館の毛利守館長で写真。言っておりますけれども、やはり科学館、科学未来館というところで、この展示をやるということに関しましては、まあ、いろいろなもののエビデンスというものがどこにあるのかということで、本当に正しいのか、この忍術というものはどういう科学的根拠があるのかということを再三、いろいろ質問を受けまして、私も科学の専門ではありませんので、いろいろ、まあ、四苦八苦しながら、この展示を作り上げたわけでして、当日はたくさんの方に来ていただきまして、非常に感慨ひとしようなところがあります。で、そういったさまざまないろいろなイベントとか、そういうものをやってきましたけれども、それが国際忍者研究センターということで、センターまで作るに至りました。このセンターは2017年の7月1日にハイトピア伊賀の2階に開設をしました。で、その内容としましては、伊賀地域を中心として忍者に関する教育研究を推進し、その成果を広く国内外に発信することにより、国際的な忍者研究の拠点として機能するとともに伊賀の地域創生に資するということで、伊賀に拠点を置きながら、その成果というものを日本国内、それから海外にも発信をするということを謳っています。そして具体的な内容としましては、忍者や忍者の獅子猟に関するデータベースの構築、獅子猟に関する調査研究、忍術書の内容を科学的に実証研究をする、文系理系の各専門分野の教員が協力して研究活動をするということで、理科系の施設としましては、伊賀研究拠点というところがありまして、さまざまな理科系の研究、例えば、のろしを上げたりする、それから果実の実験、食の実験、それからいろいろな浮力の実験であったり、さまざまなそういう理科系のことをですね、でそれからあともう先生辞めましたけれども、いろいろな、まあ、毒とか野草の研究、医学部の先生には、脳波の実験などもやってもらったりしまして、さまざまなところと連携をしてやっているということになります。で、それから、忍者に関する学術的、学際的な研究活動ですね。まずは研究、そして、忍者研究を基盤とした教育活動ということで、学生、それから学生だけでなく、社会人、それから子どもであったり、からこれも日本国内、から国内、国外を問わず、さまざまなところでの忍者に関するいろいろな知恵を広めるということをやっております。それから忍者に関する学術的な情報交流と情報発信活動ということで、これも国内外に発信ということで、この YouTube を使ったこの動画の発信なんかもその一環ということになるわけです。
そしてそれをもとにしまして国際忍者学会というものを作りました。そこでは研究者、忍者関連事業者、自治体および忍者に関心のある市民など広く忍者に興味関心を抱く人々が集い、忍者に関する国際的、学際的研究を推進し、情報提供、会員相互の交流、親睦を図ることを目的として結成しました。第1回の大会は伊賀で行ったわけですけれども、そして第2回が佐賀県の嬉野、そして第3回が長野県の上田ということで進めてきておりまして、忍者に関連した地域で大会というものを年に一度開いてきております。今会員はだいたい100人ちょっとで個人会員、そして団体会員ありますけれども、雑誌を毎年出しておりまして、忍者研究というレベルの高い内容の充実したそういうものを出しておりますので、ぜひこの会員になっていただけたらというふうに思います。そして、会員になっていただきますと、雑誌が送られてくるのと大会で発表するということができますので、その大会にも参加して、発表していただく。そして、発表の後は懇親会、そして、そこのところを巡見するということで、忍者関係のいろいろな史跡の見学なんてものをやっておりますので、ぜひ会員になってください。で、これまで私たちがさまざまな取り組みをしている中で、一度はその理科系との共同の研究というものが、日本核未来館などでの展示ということで終わりを告げたわけですけれども、それだけではやっぱりもう寂しいということで、その後読売新聞社の方からお誘いがありまして、三重大学で忍者研究に携わっているいろいろな先生方に、読売新聞に、毎週伊賀版、それから三重版に三重大発忍び学でござるというものを連載させていただいております。もう現在、100回以上経過をしまして、非常に好評です。右側に載せてありますのは第1回に私が書きました内容、日本人に愛され続けるということで、忍者というものがどのようにして日本で愛され、三重大学がどういう研究をやってきたのかということを書いたものです。で、これが100回を迎えまして、まとまったということで、ぜひ本にしてほしいというそういう意見が非常に多かったので、この忍者学講義という本にまとめまして、中央公論新社から出版をいたしました。で、ここにはの文系理系のさまざまな先生方がそれぞれの観点から忍者研究をしていただいている、それ連載したものをもとにして、出版したということになります。実際のいろいろなものを確かめて、実験したものであったりとか、それからさまざまな文献的なものに基づいたり、それから海外からの視点だったり、いろいろな観点からのものが連載したのをまとめておりまして、非常に好評ですので、またぜひお買い求めいただいたらというふうに思います。で、それから映像としましても、このぜひ三重大学の研究というものを映像として世界に発信したいという、そういうご提案がありまして、 NHK ワールドの海外放送で忍者トゥルースという番組を作っております。現在まで12本、これ1本がだいたい15分ですかね、の番組ですけれども、さまざまなものを実際に検証してみようということで、やっています。例えば一番最初、鎖鎌とうずら隠れということで、それぞれの例えば鎖鎌どういうふうに使うのか、どんな力があるのか
かですね、そういうものを科学的に分析をしていこうということで、やっておりまして、これも非常に好評で、海外の視聴者というものはたくさんいるというふうに聞いておりますので、これはネットでも全部ではないんですけれども、オンデマンドでまだ見られるところがありますので、機会がありましたらぜひご覧いただけたらというふうに思います。そして一部は中国語でも流れています。で、まあ、以上お話をさせていただいてきましたけれども、さまざまなの取り組みというものを三重大学で進めておりますけれども、この忍者研究、どうしてこの忍者研究というものをやっているのかということなんですけれども、なんか木をてらって忍者は非常に人気だから、これをやれば三重大学が有名になるからというわけではありませんで、この忍者というものが日本文化にとって非常に重要だと、そういうことからこの忍者研究というものを進めてきているわけなんですね。まずこの忍者の忍というその漢字にも表れていますように、忍者というのは何事にも耐え忍び、そして人間の気質や自然環境、社会環境などを掌握するのが忍者、忍術であるということで、忍術自身の成立というのは17世紀ぐらいですけれども、その中にはいろいろな自然の中での知恵を生かしてそれがまとめられてきたということで、もう私たちは忘れてしまっているような、そういう日本の風土に合ったものがその中に入り込んでいるわけなんですね。ですからもう一度そういうものを見直して、持続可能な社会に何か貢献することができるのではないかということで、研究を進めているということになります。そして、それは単なる過去のことだけではなくて、過去現在未来を通して困難を生き抜くための技が凝縮されているのではないかということで、この研究を進めているわけです。最近はこの忍耐えるということは、あまり重要視されませんけれども、この忍というものこそが、日本を作ってきた、そういう重要な考え方だと私は思っております。この刃が上にあって下に心がありまして、心にその刃を突きつけても動じない、そういう不動心というものをこの忍というものが表しているというふうにされるんですね。で、そういう精神的な部分というものも非常にこの忍者というものは持っていたというわけですので、もちろん技術的なそういう側面もありますし、それから精神的なそういう側面からも忍者研究というものは非常に重要だというふうに思います。そして、他分野からの研究により現代社会を生きるために必要な能力、人や自然との関わり方など忍者の知恵を学び現代社会や未来へ生かすということで、三重大学の特徴としましては、特色としましては、もちろん人文学部が中心で、忍者の実像と虚像ということで研究をしてきているわけですけれども、それにとどまらずにいろいろな理科系の観点から現代にも通用するそういう忍術というものを研究をして、どういうふうにするともっといい暮らしになっていけるのか、そういうものを忍術の中に見出していこうということで研究を進めてきているわけですね。で、その中でも非常に注目されたのが、例えば呼吸法、忍者の呼吸法によってのリラックスとそして集中をする、そういう状況というものを作り出すことができるんだという研究などは非常にいろんなところから注目されたわけです。そういうふうにして、総合的な学問としての忍者忍術学というものを構築していこうというふうに思っておりまして、大学というのはそれぞれの分野の研究者が集まっているところですので、この忍者忍術というものを研究するのには非常に合っているところだというふうに思うわけなんですね。で、それを総合させて、今度社会に還元をしていこうということで、これを行ってきています。
そしてそれを単に大学だけにとどまらずに地域とのつながり、そして世界へということですけれども、三重大学は地方国立大学ですので、その地方国立大学の存在意義としまして、地域と一緒になって、その地域にしかないそういうものを見出して、それを世界に発信していく、オンリーワンというものを目指していくというわけです。そうした中、三重県は例えば海女であったりとか忍者であったりということが県の方でも注目をしてくれていますけれども、大学としてもそうしたことに注目をして研究を進めていっているということになります。そして、特に小さいお子さんですね、小中高校生の交流、これ非常に大事だと思います。伊賀で講座をしましても、あまり忍者のことについて、今まで参加したことはないという、そういう高校生結構いましたので、ぜひ世界に誇れるそういうところだ、伊賀っていうのは非常に歴史があって、忍者というものは世界を誇れるものなんだという、そういうことをぜひ子どもの頃から感じて体験をしてもらいたいということで、若い皆さんとの交流というものを大切にしていこうというふうに思います。で、そのようにして日本を代表する文化資源である忍者を世界へということで、日本から外国に留学するそういう留学生にも忍者のことをぜひ学んでいってもらって、そして何か外国の大学で発表したりするときには、三重県には伊賀というところがあって、そこにはこうした忍者がいて、こんな活動してるんですよということをぜひ発信してもらいたいなというふうに思っています。そして世界から多くの皆さんがやってくる忍者の聖地伊賀ということで、忍者の聖地伊賀ということをよく言われているわけですけれども、ぜひですね、この忍者の観光ということで伊賀に来てもらって、そしてさまざまな体験をしてもらって、さすがやっぱり忍者の聖地だなということをぜひ感じ取って、行ってもらえるような、そういう街づくりというものに貢献して、いければなというふうなことを考えています。伊賀にはハイトピア伊賀がありまして、そこにの国際忍者研究センターというものがあって、取り組みを進めているわけですけれども、忍者博物館であったり伊賀拠点であったり、そういうさまざまな忍者のところと連携をして取り組みを進めていければというふうに考えています。まあ、以上私の方から三重大学の忍者研究ということで、お話をさせていただきましたけれども、さまざまな研究者がこの忍者研究に関わっているということで、まだまだこの研究というのは発展途上でありまして、やらなければならないことっていうのはたくさんあるわけです。で、私たちが知らないいろいろな資料であったり、いろいろな技であったり、そういったものがたくさんあると思いますので、ぜひそうしたことがありましたら教えていただきたいというふうに思いますし、いろんなところに調査にも行きたいと思っていますし、それから世界との交流というものもいろいろ進めていけたらというふうに思っております。今回はその三重大学の忍者研究の流れについてお話しさせていただきました。これでお話を終わりにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。